はい、こんにちは、おさおチャンネルです。今回は九州福岡へ来ています。今から大分へ移動するんですが、 JR の特急より高速バスの方が快適だよって聞いたんで、そちらを使っていきたいと思います。出発は西鉄福岡駅に直結の西鉄天神高速バスターミナルからとなります。今回の動画は車窓風景を中心にお届けしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。西鉄福岡駅駅ビル3階にあるバスターミナルは、おしゃれで雰囲気の良い快適なターミナルとなっています。こちらのターミナルからは九州各地や本州方面への高速バス、あとイベントの時だけ運行されるペイペイドームへの臨時バスも出ています。ターミナルの館内にはローソンもありまして、お買い物も便利です。こちらのローソンでは福岡のお土産品も扱っています。あとスタバもありますので、早く着いた時でも快適に過ごせそうです。あとこちらのターミナル、隣接の福岡三越とも直結しています。さて、まもなく発車時間ですので、モバイル乗車券を準備して待ちましょう。こちらは今回乗車しますバス、西鉄バス豊の国号スーパーノンストップ大分行きです。大分までよろしくお願いします。車内は4列シートなんですが、今回500円の追加で2席を使用できるプラスワンシートというのを利用しました。前の網ポケットにはバスのご案内やエチケット袋が用意されています。すべての席に1つずつコンセントがついているってのは JR の特急より優れているかもしれません。また西鉄バス担当の便限定なんですが、 Wi-Fi も使えるようです。天神バスターミナルを出て渡辺通りを北へ進んでいきます。天神北入り口からは福岡都市高速へ入っていきます。町の中心から割とすぐに高速に乗れるってのは福岡のいいところですよね。スーパーノンストップの大分駅です、佐賀県木山町の木山停留所と大分県日田市の日田停留所におきまして、お客様ご乗車のためそれぞれ電車をしてまいります。そのうち大分の大分インターでおりまして、大分市内椎座湖金井町大分駅中央通り終点の新川の順番で電車をいたします。車内は全席禁煙とさせていただいております。車内でのタバコはご遠慮ください。砦も禁煙でございます。砦で煙や炎などを感知した場合は火災報知器が作動し、都市高速を進んでいくと左手に福岡空港国際線ターミナルが見えます。博多駅からバスでわずか15分という非常に便利な国際空港です。滑走路を挟んで向こう側に国内線のターミナルがあります。太宰府インターからは九州自動車道へ入っていきます。天神から30分ほど走って佐賀県木山パーキングエリアで
本線を離脱します。あれ、もう休憩ですか？いえ、違います。こちらでは乗車の方のため高速木山バスストップに停車します。高速木山からは2名の方が乗車され、車内の乗客は合計で約20名となりました。バスは鳥栖ジャンクションで九州自動車道から大分自動車道へ方向転換していきます。博多駅と大分駅の間には JR の特急ソニックというのも走っており、あちらも途中の小倉駅で方向転換といいますか進路が変わるんですけど、特急ソニックはその時に列車の進む向き前後が変わってしまうんで、前後の方に声掛けをして席を回転させる必要があるんですよね。これが地味に手間だし、寝てる人とかがいたら気を使います。あとね、特急ソニックには速く走るために振り子機能っていうのがついていて、車体を傾けながらカーブを通過していくんですけど、そのために揺れが激しいっていうこともあって、福岡から大分の移動はゆったり落ち着いて乗車ができる豊の国号を選ぶよっていう方も結構多いみたいです。博多駅前の他に福岡の中心天神から直接乗車できるってことや、全ての席に電源が用意されているっていうのも JR にない魅力だと思います。大分県に入り、こちら乗車の方のため日田バスストップに停車します。今回こちらの日田バスストップから乗車される方はいらっしゃいませんでした。ここで今回乗車しています豊の国号についてご紹介します。運行は西鉄バス団、大分バス団、大分交通さんの3社共同運行となっており、天神から大分の所要時間は約2時間20分となります。日中の運行間隔は1時間に1本から2本程度の運行となっており、座席は全て指定席です。車内最後部にはお手洗いもあるので安心ですね。ちなみに途中のサービスエリアなどでの休憩はありません。お手洗いへ行くときにはバスの揺れに気をつけましょう。こちら豊の国号、通常運賃は福岡から大分まで片道3250円です。今回はウェブ割にプラスワンシートの追加料金500円を加えて片道3450円でした。 JR の特急ソニックは通常片道6000円前後ですので、それと比べるとかなり安く感じます。ただ特急ソニックも早割などを使えばバスよりも安くなることもあるようです。詳しくは概要欄のリンクから調べてみてください。ゆったり快適な豊の国号ですが、車窓も素敵なんです。寝て過ごしてしまうのはもったいないです。由布院インターから別府インターにかけては特に景色がいい区間となっています。大分自動車道は由布院の街を避ける形で通っており、標高1584メートルの由布岳を北側に回り込むように塚原高原と呼ばれるエリアを走り抜けていきます。ジャンクションを過ぎてしばらくすると左手に別府湾を望みます。湯の町別府の街並みが見えてきました。大阪行きのフェリーサンフラワーが停泊しているのを見ることができます。大分インターで高速道路を降ります。
大分市内に入って最初の降車地、椎座湖に停車します。こちらでは2名ほど降りて行かれました。バスは引き続き一般道を大分駅方面へ向けて走っていきます。大分駅に隣接したこちらの駐車場の中にある金目町停留所に停車します。こちら金目町停留所は JR 大分駅のすぐそばということで、半分以上の方が降りて行かれました。バスはこの先大分交通新川バスセンターまで運行しますが、私は次の中央通り時和前で降車します。福岡天神から約2時間25分 JR の特急ソニックよりは20分くらい長くかかりますけど、安くて快適に移動することができました。噂通り豊の国号おすすめです。皆さんも福岡と大分の間を移動されるときはぜひ利用されてみてはいかがでしょうか。長時間にわたって安全運転で送り届けてくださった乗務員さん、本当にありがとうございました。またご視聴くださった皆さんも本当にありがとうございました。ご感想やリクエストなどございましたら、お気軽にコメント欄へお寄せください。あとまだの方は高評価やチャンネル登録もぜひしていただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。